はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、見てください。レベルなんですけども、キャスティ以外、レベル99です。で、キャスティも、あと1回戦えば、レベル99となってます。全員がようやくね、レベル99になりますね。戦っていきましょう。最初にソローネとオズバルドを普通に戦ってレベル99にしたんですよ。こいつはやめとこう。こいつはやめとこう。で、めちゃくちゃきつくって、これ他のキャラも99きついなと思ってたら、まさかのレベル上げのチートキャラがいたなんて。あれはね、もうあと2日ぐらい早く知りたかったな。うん、あれでも効率が全然変わったので、はい、まあ、とりあえずこれでレベル上げ終了です。いやー、時間かかったな。レベル99、キャスティも99になりました。これで全員レベルが99ですね。で、レベル上げどれぐらいかかったかをちょっとお見せしましょうか。結構かかったんだよね。おーおーおー、おいしいな。まあまあまあ、別にもうお金もいらないんだけどね。お金も別にいらないんだけども、まあ、一応倒しておきましょう。お金ももうカンストしそうだもんね。一回カンストしたけどね。ちょっとお見せしますと、これ、レベル84、ここから本格的にレベル上げをしたんですよね。時間が46時間、42分。で、全員99になったのが、69時間52分。まあ、13時間か。あ、違う。23時間だわ。23時間かかりました。でも、実際のところ、普通に戦ってあげてたりしたので、そうね。レベル上げ、チートキャラを使い出して、6、7時間ぐらいかな。で、全員上がったと思います。うん。もう99に普通にね、戦ってあげる、ならば、十数時間かかる。15時間とか、めちゃくちゃかかったもんね。いや、でもね、これでレベル上げから解放されてよかったです。で、あと、やってないのが、サブストーリーだね。サブストーリーが、意外とやってません。うん。半分ぐらいやってないかもしんないね。なので、サブストーリーをこれから、進めていきつつ、で、あと、これ、エクストラストーリー、ここもね、まだやってないんですよね。このエクストラも進めないといけませんし、裏ボスもいるよね。裏ボスも、倒しに行きたいと思います。ここはね、レベル99にしてから、やりたかったのよ。うん。レベル99でちょっと無双していきたかったので、ついにエクストラストーリーか、を進めていけます。で、多分サブストーリーをクリアしていくと、裏ボスが出るんだよね。多分ここだよな。ハテナハテナハテナがあったんだよね。ここどうするか、ちょっといまいちわかんなかったんだけども、多分サブストーリー全部クリアする頃には、ここの謎が解ける。いや、違う。エクストラストーリーでここ行くのかな？まあまあ、どっちかで行けるようになると思います。うん。多分これが裏ボスの場所じゃないかな。うん。装備はある程度取ってるので、まあとりあえず、サブストーリーをやりつつ、エクストラストーリーという風に今後やっていきたいと思います。いやー、よかった。レベル上げからね、ついに解放されて気持ちがいいです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。